ジムカーナ第2ヒート、スタート直後、リアの流れに対しハンドル修正が遅く、反対側に飛ばされて土手にヒット。スプリントレース決勝1周目、試験員の進入でブレーキを頑張りすぎてコントロール不能になり、そのままコースアウト。そしてリタイア。タイヤがグリップせず、ハンドル修正も遅すぎて、あっけなくスピン、そしてコースアウト。さらにタイヤが温まっても、やっぱりスピン。そして逆バンクでもスピン。予選タイムアタック、最終コーナー。立ち上がりで外側にタイヤを落としてしまい、思わずアクセルを緩めてしまったので、そのままスピンモードに、そしてリアからガードレールに激突。セミウェットのスポーツ走行、ヘアピン手前でコントロール不能になったけど、運よくどこにもヒットせず停止。完全ウェットにスポーツ走行、計測1周目、1コーナーのブレーキングでコントロール不能になり、スポンジバリアに激突。スポーツ走行でスピン、ヘアピン、入り口と、テグナー、2個目。レーシングカート、スポーツ走行、古いタイヤでグリップせず、ブレーキングであっけなくコースアウト。突然のエンジンブローでストレートなのにいきなりスピン。オフロード車で急傾斜の坂を登りきれず、軽く転倒。濡れたダートの下りで、フロントからスリップして転倒。
った後、休憩車からの必死の脱出で、なかなか坂を登りきれず、何度もスタックと立ちこけ。ガレージで、トーリーにハヤブサを乗せようとしたら、フロントが外に逃げて、あわや転倒。フレームスタンドを、組み立て調整中、バランスを崩して、あわや転倒。そして、最後は、まさかのハヤブサ、立ちこけシーン。いろいろやらかしました。